久保さん、マトリックス、マトリックスね。まあ、あのマトリックス、久保さんがいっぱい言うもんだから、あのこのシリーズマトリックスにしたんですけどね。まあ、あの億万長者合宿マトリックスになってるんでいいんじゃないかなと思うんですけど。何年前の話やねんって話なんですけど、まあ、久保さんが言う通りあれですね、あのワクワクにお金を払ってるって感じなんでしょうね。僕からするとなんで、まあ、販売者からするとね、まあ、なんでやんないのかなっていう話なんですよ。買ってもやらない、どういうことみたいな。買ってやらないんだったら買わなきゃいいじゃんっていう。まあもちろんね、車の話をするならば、車って一応移動するもの、まあそのタイヤもついてね、エンジンもついて一応走るものって作られてるわけなんで、まあ車を買っても乗らないってどうなのっていう意見もあれば、車をね飾っておくことに価値を感じる人もいるんで、まあこれは久保さんですよね。きっと走らせてないけども、まあ所有してることに喜びを感じる、価値を感じる、まあそういう人もいるんで、だからまあまあなんだろうな、情報商材を買ってコレクションしていくっていうことに価値を感じてるんだったらいいんだけども、でもそうじゃないんですよね。いや、吉谷さんと僕は情報商材を買うことに価値を感じてて、コレクションすることに満足してるんです、キットを所有することに満足をしてるっていうイコールではないんですよ。ノウハウを買い漁ってコレクションしてて、そこに飽き足らず、いや人生変えたいんです、未だに言うわけですよね。お金稼ぎたいと、じゃあやればいいじゃんっていうね。じゃあ車乗れよっていうね、じゃあ車乗れよっていう。久保さんは別に乗らなくてもそこに価値を感じてね、十分だと、家にあるだけでも幸せだとね、レターを見るだけで幸せで、そこにお金払って幸せです、じゃあそれでいいじゃないですか。でそこに不平不満があるんだったらやればいいだけなんで、まあ人生を変える方法は一つしかなくて、やることなんです。もうそれ以外ないです。何もやらずして人生を変えるっていう方法があるんだったら教えてほしいですね。何もやらず人生を変える、何もやらず今の人生を変える、不可能ですね多分。可能ですかね久保さん、可能ですかね、可能ですか、何もやらず人生を変える方法ってあります？多分ないと思うんで、まあ人生変えたいんだったらやれと、やるしかないと。まだ人生変える方法はたった一つであるというところでございますね。まあ久保さんもやったからだけで、久保さんもねやったから変わっただけですからね、はっきり言って。僕もそうですし、みんなそうです。やらずして人生変えた人なんか多分いないんじゃないですか、うん、変えるっていうことは違うことをやることだし、違うものを捨てることだったりとか、なんか違うことをやんないとダメなんで、今のままで人生変わんないんだったら違うことをやるしかないですよね。まあ、ということで終わります。では。